デブリがどれほど厄介なものなのか第2章ではその破壊力を見ていきますデブリの飛行速度は秒速8キロものすごいスピードで飛んでおり直径1センチ程度のデブリでも大惨事を引き起こします国際宇宙ステーションにとってもすごい脅威なんですねさらに深刻なのはデブリ同士がぶつかったり爆発したりして細かい破片になって拡散することデブリが増え続けると 無限にデブリが増殖するケスラーシンドロームという状態に陥ってしまいます。こうなると人工衛星が打ち上げられなくなる、とても深刻な状態になってしまうわけです。第1章ではスプートニク1号の打ち上げ以来、スペースデブリが増殖しているという話が話をしましたけれども、そのスペースデブリがなぜ厄介なものなのか、それをこの第2章、宇宙ゴミの破壊力、 危機に直面する宇宙開発と題して話していきますまずデブリの衝撃ですけども小さな小さなデブリが見つかったのは実はスペースシャトルの窓にできたへこみからでしたこちらの写真はスペースシャトルの窓にできたへこみで大きさは約1ミリですこの窓のへこみは大きさ0.1から0.15ミリの小さなデブリが衝突して できたものと推定されていますそのデブリの正体は実は白いペイントの剥離片と言われています他にも固体ロケットモーターが放出するアルミナの粒子によるへこみも報告されていますではどのぐらいデブリには衝撃力があるのでしょうか地球を周回する人工物になるためには その飛行速度は毎秒8キロメートルを超えなければなりません。つまり、スペースデブリは毎秒8キロメートルというすごい速さで地球を周回しています。この場合、もし正面衝突が起こると毎秒16キロメートルというものすごい速さで衝突することになります。このデブリの衝撃、身近にあるものと比べてみましょう。直径1センチの 球形のアルミニウムが毎秒 10km で飛ぶ際のエネルギーというものはこちらにあるスポーツユーティリティービークルが時速 40km であなたにぶつかるときと同じ衝撃それから重さ 30km の金庫が時速 250km であなたにぶつかる衝撃そしてボーリングの球が 時速500キロであなたにぶつかるのと同じ衝撃になりますこのスペースデブリの衝撃の強さお分かりいただけましたでしょうかそれではある実験結果をお見せしましょうこの実験は15センチ ×15 センチ ×15 センチの小型衛星の模型に直径3センチのアルミ合金球を毎秒1.3キロメートルの速さで衝突させたものです この実験ではスペースデブリを模擬したアルミ合金球は速さ毎秒 1.3km ですが実際スペースデブリは毎秒 8km 以上で飛行してますのでこの映像よりもっとすごい破壊が起こっていることになります。では実際にこのような事故が地球周回軌道上で起こったのでしょうか デブリの自己記録を見てみましょう1996年7月フランスの通信衛星セリスが同じくフランスのアリアンロケット上段機体の残骸こちらの残骸は1986年に爆発してできたものですがこれと衝突しましたこの時フランスの通信衛星セリスは姿勢を安定させるために進展したブームを失ってしまいました この時のの相対速速度、度つままり衝突速度は毎秒14と言われていますこの時、幸いにもセリースは衛星本体が損傷を受けたわけではなく姿勢制御プログラムを修正することによってセリースは復帰することができました冒頭にもお話しましたように皆さんの記憶に新しいのは2009年2月10日に発生した 米ロ通信衛星の衝突事故だと思います。この時運用中だったイリジウム三十三と三十三号と運用を終了したロシアの軍事衛星コスモス二二五一がシベリア上空で衝突しました。何度も言いましたように宇宙開発史上初めての衛星同士の衝突です。コスモス二二五一は 運用を終了した、いわゆるデブリです。イリジウム三十三は運用中の衛星でした。このほかに、二つの衝突事故が報告されています。一つは千九百九十一年十二月に起こったもので。コスモス一九三四と、コスモス九二六から放出されたデブリとが衝突しました。こちらは二千五年になって報告されています。 もう一つは2005年1月にトール・バーナー・任 a ロケット上段と中国の長生45ロケット上段の残骸こちらは2000年に爆発したものですがこの破片が衝突していますそれではもし国際宇宙ステーションにデブリが衝突したらどうなるか考えてみましょうデブリの大きさが1センチ未満だったら居住区の壁は貫通しませんこれは 後でお話しますけどもバンパーというもので1センチ未満の大きさに耐えられるように設計されているからですしかしこのバンパーのないところ太陽電池や太陽電池パネルなどはこの1センチ未満のスペースデブリでも破壊されてし,破壊されてしまうかもしれませんそしてこのバンパーは1センチ未満しか防御できませんので1センチ以上のものが衝突すると 居住区に穴が開いてしまうかもしれませんそうなると大惨事です宇宙飛行士たちは緊急避難しないといけなくなってきますでは爆発だとか衝突だとかが生じたときにどのようにデブリは拡散していくのでしょうかその様子を動画でご覧いただきますこちらの動画は、えー、私の方で作成しました米ロ通信衛星の衝突によって できたスペースデブリつまり破片がどのように広がっていったかというものを示したものですシベリア上空でイリジウムとコスモスが衝突した後約3000個の破片が生じてそれぞれの軌道にそれぞれの破片を広げていっている様子がわかるかと思います第一章で NASA の解析結果をお見せしましたけれども その中でケスラーシンドロームという言葉を使いました。ケスラーシンドロームとは一体どういう現象でしょうか？これはデブリの衝突が新たなデブリを生む状況を指しています。空間密度がある臨界値を超えると自己増殖するような状態になることを指しています。これはどういうことかと言いますと。宇宙といってもわずかながら大気抵抗が大気があります。その抵抗で。 スペースデブリは地上に落下しますつまりこれが自然の浄化作用になりますしかしこの自然の浄化作用を超える数のデブリが発生してしまうとこのケスラーシンドロームのような状況になっていきますこうなると大変です新しく人工衛星を打ち上げることが不可能になってきます改めてデブリの発生源を考えてみましょうまず 運用を終了すると、ロケット上段機体、それから衛星はゴミになるということは、新しく打ち上げること自体がデブリの発生源になります。そして、これまでは、衛星、ロケット上段機体が爆発してできた破片、それから宇宙環境に爆されて、材料劣化によって分散、分離してきた塗料片や、えー、剥離片、こういったもので、 スペースデブリは増殖していきましたけれどもケスラーシンドロームという状況はスペースデブリ同士がぶつかって増殖する衝突による増殖を指していますところでこれは一体何でしょうこの少年が目にするこの球形の物体これは南アフリカに落下した加圧タンクですこの火圧タンクは実は 地上に落下したロケット上段機体の一部ですこのほかにも地上に落ちてきたデブリが発見されています地上に落ちてくるデブリはそのほとんどは大気中で燃え尽きてしまいますが中には先ほどの少年の前の加圧タンクやこちらの写真のように落ちてきます例えばこちらの写真では1997年テキサス州に落ちてきた燃料タンクです 下の写真は2000年南アフリカに落下したものですが燃料タンクのほかに燃焼器や先ほどの少年が目にした火圧タンクも落下してきていますほとんどのデブリは大気中で燃え尽きますが当然地上に落下するということは我々に当たる可能性もあるわけですがその可能性は1兆分の1と推定されていますちなみに我々が落雷で怪我をする可能性は 140万分の1と言われてますからまだ自然災害の方が怖い状況ではありますこのように自然の被害の方が高いわけですができるだけ大気中で燃え尽きるようにできるだけ地上に落下しないようにえ現在ではなるべく大気中で燃え尽きる材料を使う研究もなされています。大気中で できるだけ燃え尽きる材料を使うのも一つのデブリ対策ですが運用中の衛星に対する対策はどのようにされているのでしょうか次の章ではそこに焦点を当ててお話ししていきます。